どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はライブ配信とかで結構質問をいただいていた、洗濯事情についてシェアをしてみようかなというふうに思います。この物件に住むのもあと残り1ヶ月ということになったので、そろそろちょっと動画アップしておこうかなと思って、今回こうやって動画をシェアをしようと思います。かなり地味な感じになると思うんですね。っていうと、多分1、2分でパパッと終わるようなものなので、本当参考程度に聞いてくれたらっていう感じです。はい、それでは行きましょう。で、この動画で僕のことを初めて知った方はびっくりすると思うんですけども、僕んち今洗濯機がないんです。で、どういうことですかっていうと、この物件の前に、渋谷の初台っていうところに住んでいて、そこでは洗濯機はあったんです。ただ、なんか1週間に1回ペースぐらいしか使わなかったので、なんか本当に必要かなと思って、1回手放してみたんですね。で、そこから手洗いを始めて、今に至るっていう感じです。なので、洗濯機がない期間としては、だいたい2年ぐらいかなって思います。はい、結構変人ですよね。そう、ただこの動画は、ベッドがなくていいだろうとか、物が少なくていいだろうみたいな。そういうふうな顔を、物少ない自慢をしたいわけじゃなくて、今の生活を見せていくっていう感じなんです。なので、正直洗濯機がなくて、我慢してる部分って結構あるんですよ。めんどくさいなって思ったりするところあります。でただ、次引っ越すとき、同棲するってなった時に、彼女さんが洗濯機を持ってきてくれるので、なので、今、別に買わないってちょっと我慢してるっていう感じです。前は洗濯機があった時っていうのは、洗濯機にボン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 入れていって、ある程度溜まったら一気に洗濯をするっていうことをやってました。でも手洗いをまとめて一気にやるっていうと、かなりめんどくさいですね。時間もかかっちゃいますし、やりたいことにフォーカスするためにいろいろ物を省いていったわけなのに、洗濯の時間に取られるっていうのはすごい無駄だなっていうのもあったので、なので基本的に毎日その日に着たものはその日のうちに洗濯するようにしてます。下着とズボンに関してはちょっとまた別のスペースにあるんですけども、こういったクローゼットスペースがありますと。で、これは洗濯のプロっていう人がブログで書いていたことなんですけども、毎日洗いすぎても洋服の寿命が縮んでしまうと。なので、大体2、3回着て、汗を吸ってない場合は2、3回着て、それで初めて洗濯をするっていうのが、洋服が長持ちするそうです。で、この動画撮影している時っていうのは梅雨時期で、これからどんどん暑くなっていくので、その時は毎日洗濯はしますけども、涼しい時っていうのはなるべく汗かいてないなって思ったら、その日は洗濯せずにかけてます。なので毎日洗濯するものっていうのは、大体肌着、パンツ、下着ですね。この3つは毎日洗ってます。例えば、じゃあこれを肌着として使いましたと、これを洗濯しますってなった時、いつするんですかってことなんですけど、お風呂入ると同時にこの洋服もお風呂入ってもらいます。じゃあうまいこと言おうとしたんですけど、あれですね、要するにそのお風呂入るタイミングでこれも洗濯をしますっていうことですね。で、お風呂に入る時にこうやって入れて、シャンプー出して、シャンプーを出します。で、洗剤を出して、洗剤をここ出します。で、お風呂入る前に、これだったり、あとパンツだったり、靴下っていうのをこう入れて、こうやってもみもみってしてるっていう、そういう感じです。はい、もうめちゃくちゃシンプルというか、よくお風呂って心の洗濯っていう言葉を使うと思うんですけど、僕の場合はこう洋服と心を一緒に洗濯するっていう、ちょっとうまいこと言いましたかね。メリットとしては、ついでに洗えるっていうことと、あと、洗濯機で洗うときっていうのは大量の水を使うわけなんですけども、こうやって手洗いしてるときっていうのは、その水も節約できると思いますし、で、心と洋服を同時に洗濯できるわけなので、それでいいのかなっていう感じがしてます。ただ、デメリットとしては、ズボンだったり、羽織るものだったりっていうのを洗うときっていうのは、相当めんどくさいです。はい。大変ですね。ズボンなんかは、この浴槽に入れて、踏むんですよね、こうやって。よいしょよいしょって踏んで、洗ったりするわけなんですけど、肌着の場合はすごい楽なんですよ。肌着、下着の場合は、この手洗いでいいんですけど、ただ、上だったり、羽織るものだったりってなった時には、途端にやっぱ、手間だったりとか、っていうのがありますね。
洗濯したものをどうやって水切ってるんですかっていうと、単純に手で絞ってこうギューッとやってるっていう感じですね。で、まあこれも下着だったり肌着の場合は楽なんです。上だったり羽織るものだったりズボンだったりっていうと大変ですね。で、その大変ですねっていうと、好きなことだったりやりたいことにフォーカスをするために、その無駄なものを徹底的に省いていきましょうっていうことで、そのシンプルだったりミニマリズムなライフスタイルを送っているわけなんですけども、洗濯機がないことによって逆に煩わしくなってるっていうのも事実なんですね。なので僕は次引っ越したところではちゃんと洗濯機を使って、自動化できるところはどんどん自動化していこうと思ってます。ということで、いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。というか、この手洗いをもうやめますって言ってるのに、この手洗いの様子をお見せするっていうのはちょっと不誠実かなっていうふうにも思うんですけども、単純に今のその質問が多かったので、それに対して回答するという動画を撮ってみました。はい、ということで、じゃあ今からは普通にブログ形式で動画を撮っていきますので、お時間がある方はぜひ見てやってください。はい。よいしょ。じゃあまずは30分程度ちょっと仕事していきます。OK です。終わりました。で、今時間が18時21分ですね。ということで、そろそろ夕飯時の時間にはなってるんですけども、次の場所に行きたいと思います。本当はバナナと蜂蜜があるので、このゴーヤと一緒にスムージー作ろうかなというふうに思ったんですけども、ちょっと時間がないのでどうしようかな。おいしい完熟です。はい、で今18時41分なので次の場所に行きたいと思います。はい、ということで着きましたね。で、今ちょうどこれもうブログなので、今から料理をしたいと思います。そう、なんか最近趣味って言ったら、っていうかこれやってて楽しいっていうのは料理をこうやってる時っていうのはすごいなんか癒されるから、もちろんその仕事もやりたいことをやってるからね、全然すごい楽しいんだけども、ただこういった時間、一見無駄と思われる時間もやっぱ大事なのかなみたいなね感じでやっております。ということで、あれからご飯を食べて、お風呂入って洗濯物を干してって今なりました。今0時30分ぐらいですね。はい、ちょっと眠いって感じですね。でもこうやって久しぶりにブログを撮るのってどれぐらいぶりでしょうかっていう、この動画、このチャンネル初めて見た方とか、まだ登録していない方は、ショピーさんこういうスタイルでやってたんですかっていうふうに、ちょっと思うかもしれないですけども、だらだら喋りつつも日々の様子もだらだら撮っていくっていうのも結構好きだったりするんで、引き続きお付き合いください。では、今から寝ます。おやすみなさい。